業務連絡です。今年も残り1ヶ月半ぐらいなので、そろそろこうした動画上げようかなと思うんですけど、まあ、主に身内に対してのお話です。別に悪い話じゃないですよ。むしろいい話なんですけど、ですね、これからのシーズンって忘年会とか新年会とか、まあ何かしらお誘いがあると思うんですけど、申し訳ございません。私はちょっと行けそうもありません。なんでかって、まあまあ皆さん知ってると思うんですけど、まあこれ書きで身内、ほぼ身内ネタみたいなもんなんで、悪い話はありませんけど、とりあえず、自律神経失調症なんですよね、自分。で、自律神経失調症っても詳しく言うと低血糖になる症状が結構自分強いので、で、なおかつ、あともうこのデマルハね、デマルハが強くて、それによって自律神経が悪化するみたいな、もうそんな症状が結構出るので、大丈夫な時と、大丈夫じゃない時の体調の落差がものすごいんですよ。だから確かに、会った時、自分に会いに来た人とかは分かると思うんですけど、超元気そうじゃないですか。その時は結構元気なんですけど、それが急に、なんていうの、倒れるような状態になるってことがあるんですよね。ちょっと、これ本当に病気になった人しか分かんないと思うんですけど、自分そういう体調なんですよ。だから今大丈夫だからって言って電車乗って、例えば池袋なり新宿なり行った時に倒れるかもしれない心配があるわけですよ。だからそれもあって、ちょっと怖いんですよね。だから忘年会とか、まあ、誘ってくれるのはもう本当に嬉しいことなんですが、おそらく参加できませんので、まあ、できないとも言っておきます、あらかじめ。なので、申し訳ないですが、まあ、見てなかったらしょうがないですけど、これを見てたらもう誘わないでください。特に、こっちは嫌な気とか、声かかんなかったんだけどとかって言いませんので、とりあえずなんかお気遣いはありがとうございます。とにかく、こういう体調なんで、ちょっとできません。新年会とかも無理だと思います。で、これからまた、ま、正月というか、まあ、年が明けるわけじゃないですか。まあ、これも見てくれてたら、まあ、実際本当にやんないので、怒らないでほしいんですけど、明けましておめでとうとかの連絡をされるわけじゃないですか。自分からはしません。まあ、それ言っておきます。自分から、先輩だろうが、お得意様だろうが、こっちから、明けましておめでとうございますとか、今年もよろしくお願いしますとかっていう連絡はしませんってことをまず表明しておきたいと思います。で、なおかつ、こちらにも、それを送らないでくださいね。返事しませんっていうことも表明しておきたいと思います。これ、もう文化として、そろそろ終わりにしませんかって話なんですよね。もう、明けましておめでとうとかの、例えばコピペね。コピペっていうか、もうわかるんですよ。送られてくるこっちの身からしたら、あ、これコピペだな、みたいな。いわゆる、仲がいい人だったら、なんか自分でこの、打って、文字を打って、送ってんでしょうけど、いわゆる、そうでもない、でも、かといって、なんか適当な感じもできないみたいな、中途半端っていうか、なんて言えばいいの？とりあえず、関係を、なんて言えばいいの？この、深くもなく浅くもない関係みたいな人に、たくさんいると思うんですよ、皆さんって。そこにやっぱ一人一人に自分で考えて打ち込んでめんどくさいからコピペすると思うんだけど、そのコピペしてる文章ってバレるんですよね。あ、こいつコピペだろうな、みたいなってバレるから。で、それを送って、あ、こいつコピペ送ってきてんなと思ったら逆にその人のことを嫌な感じにするから送らない方がいいと思います。はっきり言うと。で、なおかつ、連絡を送るってことは相手にこれの、なんだ、内容を考えて返事しないといけないっていう仕事が発生するんですよ。めんどくさくて。だからなんかそういうのも含めてね、もうこんな文化いらなくないっていうか、なんでこの正月明けたからって言って、なんかその正月の挨拶して、結局その、なんていうの、その、ほぼ1年間何もしないっていう人もいるわけじゃないですか。わざわざ、その1月1日になったら連絡してくるだけの人みたいな。なんかそれって意味なくないですかとか、逆にそれってなんか評価っていうか、その送ってきた人に対して自分評価が下がるんですけど、こっちからすると。いや、だったら連絡しなくていいよみたいな、自分が冷めてるだけかもしれないですけど、いや、そんなだったら別に連絡してこなくてもいいよ、みたいな。だから、なんかね、だったらお年玉くださいよ。お正月のその年賀状とか、その、なんていうの、明けましておめでとう連絡するぐらいだったら、1000円ぐらいでもいいから、年賀状じゃない、お年玉くださいよ。その方が喜ばれますよ、はっきり言うけど。まあまあ、それはもう置いときますけど、とりあえずこっちには、そういう明けましておめでとうの連絡とか、そういうのをしないでください。で、こっちからもしませんし、逆に、こっちに送ってきても返事しないから、悪い気をしないでくださいね。こいつに連絡送ったのに返事も来なかったクソだみたいな感じで言わないでくださいね。思わないでくださいね。しませんので、めんどくさいから。だからこれ数が多くなってくるとめんどくさいんですよ。
あ、で、あれ、年賀状もそうですよ。年賀状もこっちに送ってきても、返事っていうかめんどくさいので、年賀状なんてさらにめんどくさいですから、ものだからね。このハガキ買って書いたりなんか印刷したりして送んないといけないとか、そんなのもね、相手にその労力かける手段っていうか、なんていうの、文化ですから、もうそろそろうちの代で終わりにしませんかね。意味ないですよ。迷惑ですよ。正直言うと。ゴミみたいなもんですから。まあこれ、親からは毎年届くんだけど、もうすぐゴミ捨てますよ。だから親、例えばハガキが来るわけじゃないですか。その、なんかまとまって。正月の時ってね、まとまってきた時に自分の親から来たって名前見て分かったらすぐゴミ箱行きですよ。だから送んなって言ってるのに送ってくるからってことなんですけど、だから昔からそうなんですけど、例えばファンからもらった手紙とかもそうなんだけど、捨てれないんですよね。だからやっぱこの、まあまあはっきり言うけど自分優しいから、こういうのをもらっちゃうと捨てらんないんですよ。なんか気が悪くなるっていうか、なんかあんまりいい気持ちしないんですよね。だけど置いてくとゴミになるし、あと邪魔だからはっきり言うとね、場所取るし。だからそんなのがね、負担なんですよ。だったら最初から送らないでって。だから自分送らないでって言ってるわけじゃないですか。だからそれでもいいんだったら送ってもいいよっていう。だから捨てれないんですよ。だからこんなのって結構心こもってるもんだからね。まあ親からは捨てるけどね。正直、あんまり親は自分好きではないので。まあまあそこはいいんだけど。とりあえずね。まあまあまあ、とりあえず、じゃあ、なんかもう捨てられてるって思っててください。こういうの送ってくると。だから、なんていうのかね。はい。だから送らないでくださいね。めんどくさいんで。送ってくんだったら、お年玉送ってきてください。じゃあ、そんな感じです。とにかく、忘年会、新年会は自分参加できませんよってことと、あとはこの正月の連絡とかは送ってきませんよ。送ってきても返事しませんよってことは、もうこの誰が見てもわかる形で、あらかじめこの早い時期にこうして連絡しておこうかなと思います。ちょっとその辺も自分の治療というか、この病気がいつ治るかわかんないので、もう正直これ一生続くようなもんだと思ってはいるので、自律神経がやっぱ治んないと、あれだからね、この体調と、なんていうのか関係ないっていうか、体は健康かもしれないけど、その体を制御してるセンサーがダメなんで、自分の場合ね。だから、いくら体が健康でも、センサーが狂ったら、もう、途端に体調不良になるんで、もうそれが、もう治しようがないっていうか、治る気がしないんですよね。まあ、良くなっていますけどね。もう、一年前なんて、なんかもう日常生活っていうか、歩くことすら困難なとこからこうなったんで、だからまあ、良くはなってきてるんですよ。最初の頃なんてもう部屋から出れなかったですから、だからそれも含めて、まあ、良くはなってんですよね。だそれが本当に少しずつのペースだから、このペースだと、まだあと1、本当になんていうの、昔の通りになるまで、あと1、2年かかるんじゃないって感じはしてます、正直ね。だからそれも含めて、うん、まだまだ先のことかなって思います。その治ったら、治った、もう自信持って治ったとか、あと自分で電車乗ったりとか、そうしていろんなところをこう移動してって、大丈夫だって自信持って分かったら、こうしてまた、もう元気になったんで、なんか誘ってくださいみたいなことを、こうして YouTube とか、まあ SNS、まあ Twitter とかで発表しますので、その時になったら誘ってください。だから自分こうやって、全然外出しなくなってから、もうなんていうのかな、無駄なお金使ってないから、お金が貯まる一方なんですよね。だからそれもあって、なんかそういう復帰祝いみたいなことを、なんなら祝ってほしいです。祝ってほしい。こっちもなんかもう費用なんなら自分が出すんで、なんか祝ってほしいです。でもなんかね、意外とこう、孤独慣れじゃないけど、普通、なんで普段から、こうして、なんていう、一人でいることが当たり前だし、なおかつ、ほとんどの人、まあ、これ、バカにしてる言い方とかじゃなくて、本当にそう思ってるから言うんだけど、ほとんどの人って、なんていうのか、人を叩いたり、あと、なんていうの？頑張ってる人を叩くじゃないですか、文化としてね、日本人って。だから、それがダメなんだけど、だから、それがね、あ、こいつら分かってねえな、みたいな感じで、ちゃんとそうやって見れるから、だからなんていうのかな、あんまり苦じゃないんですよね、一人でいることって。だから、あんまりそういうので気になってないっていうか、うん、だから気になってないんだけど、さすがにこうして良くなった時に、だからこうやって、なんていうの、ちょっと話が分かりづらいかもしれないけど、だからこれが平気だから別に一人でもいいやみたいな感じで生きてはいるんだけど、こうやってなんか特別な時、
こうやって完全復活したぜって時に誰も祝う人がいなかったら、その時になったらなんかめっちゃ寂しい思いしそうな感じがするんですよね。だからその時になったら、祝ってください。都合がいい人間だなって思われるかもしれないですけども、そういう人間なんですよ、私は。じゃあそんな感じです。じゃあそんな感じで、はい。じゃあ今年はもうあと1ヶ月半ですけど、これからもよろしくお願いします。で、来年以降もよろしくお願いします。じゃあそんな感じで忘年会、新年会、あと新年の挨拶とかはないよってことだけ、今回の業務連絡でした。じゃあご清聴ありがとうございました。